Nirvana. She jiggy like Madonna, but she trippy like Nirvana. ママちゃん、はい、ママちゃん、ママです。どうも、お猿さんのゆりくん。今日のママちゃんはゆりくん TV のメインに届いたお手紙とプレゼントをご紹介していきたいと思います。ママちゃん、はい、まずはお手紙からご紹介していきたいと思います。はい、こちらですね。大きいね。私はこれ分かるんじゃない？何か。せーの、スプラッター。はい。あとね、こちらが裏側で、表がポケモンだ。いけー、カプリコン。ここの端っこにピカチュウがいる。ピカチュウがいるね。ピカチュウ好きだもんね。うん、ピカチュウ。はい、こちらの色紙ですね。いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よしきさんって方からいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらですね。なんだろう、お手紙が入ってます。はい、読むね。こんにちは。こんにちは。いつも楽しくイヤリくん TV を拝見させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。サメイヤリくんの成長を一緒に感じることができて、私も嬉しい気持ちになります。やだやだね、嬉しいね。そうやって言ってもらえて嬉しいです。そこでイヤリくんに何かプレゼントできないか考え、いおりくん TV のロゴステッカーを作らせていただきました。ロゴステッカーだって。勝手に作ってしまい申し訳ありません。全然大丈夫です。どこかに貼っていただけたら幸いです。これからも YouTube 活動頑張ってください。応援しています。応援しています。ありがとうございます。あ、パパさんと誕生日が同じ。できちゃうって。なんで知ってる？なんです？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。中はね、こんな感じのステッカーですね。僕はやっぱり黄色。黄色がいい。こちらすごいですね。嬉しいね。うん、はい、こちらステッカーをいただきました。はい、パパと誕生日が同じてっちゃんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、猫ちゃんだ、かわいい。かわいいね。はい、お手紙読むよ。イヤリくんへ、いつも動画見てます。ありがとうございますにゃ。ありがとうございます。私もディズニー大好きだよ。ありがとうございます。サメディズニー大好きなんだって。ゆりくんは大好き。大好きだね。ミニオミニーっていうショーかっこランドがすごくおすすめ。今度ぜひ見てね。わー、ミニオミニーさ、ちょっとだけ見たことあるよね。ね、ちゃんと最初から最後までは見たことないけど、ミニーちゃん出てくるところさ、見たことある。今度見てみようね。今度ぜひ見てね。これからも応援してます。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうこさんかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてプレゼントのご紹介をしていきます。イエーイ。今回はこちらからですね。はい、これはね、マスミさんからいただきました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。まずは一つ目、お菓子です。箱が、中も外もとっても可愛いです。だって、開けてみや、開けてみや。あ、これね、ディズニー行った時あったね。うわー、あれ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 
読もうかな、うん、よいしょ。お手紙。いおりくんへ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。もうすぐ2年生ですね。勉強も難しくなってきて宿題も多くなるので大変だと思いますが、いっぱいお友達と遊んで楽しい思い出たくさん今年も作ってくださいね。そうですね。ね、私もまたいおりくんと遊べるの楽しみにしてますだってディズニーシーで行われるショーのファッショナブルイースターがとっても面白いので、パークにイースター期間中に遊びに来るときはおすすめなのでぜひ見てくださいね。わーお、すごい。ちょっと見たよね。うんうん、楽しかったね。楽しかったでは今回はこの辺で、楽しい春休みを過ごしてくださいって春休みに来たやつだからね。入ってんのかな、いおりくん宛てです。ん、なに、かわいい、めっちゃかわいい。これ、これはいおりくんの大切なご飯のお供です。だってこれ、あ、ふりかけ、ふりかけ、さっきもご飯食べるときかけてたね、うん、はい、ふりかけです。よいしょ、ママ宛のやつ読もうかな。よいしょ、いおりくんママへ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。素敵な年を過ごしてくださいね。お仕事に、家事に、子育てに、動画の撮影に、編集、毎日とっても忙しいと思いますが、休めるときは体を休めてくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます春休みディズニー行きますか。行きました、行きました。はい、マスミちゃんからのお手紙でした。カードいっぱい入ってる。あー、セリーちょっと待ってよ、早いな。はい、セリーメイちゃんのバッグだね、うん、いいね。どこ行く、なんだよどこ行くの、どこ行くんですか。はい、まずね、この中にも入ってる、一番好きと言っていたので、だって何が入ってると思う、一番好きなもの。ファスナー付きのタオルだから、なんかいろいろペットボトルとか入れれるやつだ。ビビリバリビリブー。そう、ビビリバビリブー。まだまだ手の乾燥が続くので使ってください。だってめっちゃ嬉しい。ロクシタン、ロクシタンのハンドクリームの中でもこのチェリーブロッサムが一番好きな匂いです。この柄も可愛くて大好きです。なんだよ、バッグ取るなよ。あ、可愛い。あ、可愛い。ポーチだね、ちっちゃいポーチだ。あ、ドナさんだ。マスミちゃん、いつもたくさんのプレゼント、お手紙ありがとうございます。ありがとうございます。よりくんぐらいのサイズがあるね、このプレゼント。こちらは、よりくん TV が所属している事務所ブームから届いたママ宛ての誕生日プレゼントになります。こちらです。よいしょ。妊婦さんの抱き枕です。はい。はい、よいしょ。すごい。すごいね。開けてみよう。おお。すごい、膨らんだ。圧縮されてるんだね。助けて。なんかね、
こうやって寝るんだって、本当に。こうやって。よいしょ。こうやって寝るやつだ。こうやって。寝るとき使っちゃうんじゃない？いただいた方、ご紹介が遅くなってしまいすいませんでした。それでは今日のママちゃんは